ごきげんよう。モチベーションアップ講演家の宮崎文隆です。今日は2020年5月22日金曜日です。日本、新型コロナウイルス感染者広島県ゼロ、したがって三好もゼロ、全国で、昨日は、41名の感染者が出てます。でもぐっと減りましたね。本当5月あと1週間ちょっとありますが、ぐっとこれ抑えて、行きたいもんですね。そして三好では、ね、嬉しいニュースが出てますね。三好のもののけ、三好妖怪博物館2ヶ月ぶりに再開というんですから、ちょっと明るい日が灯りますね。そして、他の業種も徐々に、用心しながら広がっていってます。6月に向かってずっと広がっていけばいいですね。今日は昨日ですね、1ヶ月以上、ぶりに、広島県安芸高田市、高田町池之内の里山会所に行ってきました。私も1ヶ月以上三好から出たことはなかったんですが、久しぶりに、出ました、三好から外に。そしてその間にも里山会所はずっと住吉解散をはじめとして手入れがずっと行われてました。そのことをですね、昨日約1ヶ月ぶりに行って、取材してきましたのでね、それをお伝えしたいと思います。この後昨日里山会所を撮ったものをですね、今からお見せしますので、どうぞ見てください。おーおーおお、まだ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 、タロー、さあパトロしていきます。押していきながらぐーっと回していきますから、ずっと一回り一回転したところで、でちょっちゅうなんです。ただいま広島県安芸高田市高田町へ来ております。今 NPO 法人薬科クラブで、手掛けて開発しています里山会所のところを今撮っています。里山会所の向かい側と言いますかね、から撮っております。1ヶ月以上ここに来てませんけど、周りの風景が少し変わっています。建物が前と少し形が変わってきていると思います。山もかなり変わって、前の田んぼも変わってますが、こちらからではその変わり具合はよく分かりませんが、季節として、これが池です。池の風景が変わってますね。池に、草が、浮き草がかなり出てきましたね。こちらから見て、山を撮っていますが、はい、ツツジはもうちょっとつぼんできたのかな。はい、こんな感じで周りを撮っています。はい、待ってます。今こちらからやってきたところです。はい、また現地へ行ってます。
里山海所へ、来たところです。今山に向かって歩いてますが、田んぼができてますね。もう田植えができて終わってます。そしてその周りに、これは鹿、イノシシ、まあいろんなものが出てきますので、柿を全部ね、網を張ってありますね。これ大工事ですが、ずっとぐるりとこの周りを囲ってあるんですね。そうですね、これはすごいですね。これは大変な工事でしたね。ここから見るとこういう風な位置で今私は立っています。ぐっと今回転をして、私を中心にカメラを回しております。ぐるっと回って、そして海所へ向かって、歩いていきます。ごきげんよう。モチベーションアップ公園から宮崎文隆です。今日は2020年5月21日ですが、この動画は22日分のを撮ってます。広島県安芸高田市甲田町池の内に来てます。ここは里山海所の場所、山の中です。場所です。山の上です。後ろに見えているのが海所と工具入れなどが見えてます。こちらは山です。今山をずっと掃除をしてきれいにしております。こちら左手は田んぼです。畑と田んぼ、田んぼが見事に、今苗を植えて、青々としています。その現場から今紹介したいと思って来ております。今この里山海所ぐるっと周りを皆さんに紹介したいと思って今から撮っていきます。今日は天気がちょっと良くなってきた感じがしてますので、今から撮っていきまーす。よろしくー。はい、またここから海所へ向かって山を登っております。ここら辺りも全部網を張ってありますね。田んぼができてますね。前は草だらけの土地でしたが、今は田んぼが、ほめも田んぼですね。うおー、すごいですね。大変ですよ、この田んぼが。しばらく休、こうして田んぼにするのが大変ですが、見事によみがえっております。うわぁ、この辺りも全部囲いをしてある。いやいやいや、ここは、お、なんかもう植えてありますね。ここは畑感じで、畑という感じですが、これは何が植えてあります。ああ、そうですね、この辺があるともう囲いがないと、一辺で食べられます。これは、ここも苗床がありますから、いろいろ植えられますね。はい、ゆっくり。山の中も片付いてますね。ぐるーっと回ってます。今だいぶ上がってきましたね。山から下を撮ってますよ。おー、
これがだいぶ、コンクリまで打ってないのかな。打ってある、打ってあります、もうぐるっとありますね。打ってます、打ってます。わーってきました。これが、ここで今度は、バーベキュー。いろんなものが食べながら、話ができますね。これは、倉庫です。この辺りも、ちょっと、山へ上がってみましょうか。ほらもう、風通しが良くなってますね。これはかなり手が入ってますね。これは住吉会さんかなり頑張って、山を切った後を掃除をしとるということですね。山がほんと見違えてきましたね。下草が全部刈ってありますからね。そして、干ばつもかなり進んでますね。おっと、鹿だ！鹿がいた！鹿が逃げちゃった、今。鹿が飛んでいっちゃった。鹿ちゃん。鹿ちゃん、これ、逃げずに。飛んでいってください。飛んで逃げましたね。実は何匹か一緒にいるんですが、今日一匹がおりましたね。もう、これで綺麗になってれば、しかもすぐ見つかりますから、出にくくなるんじゃないですかね。機械も入ってますね。この機械が大活躍しているんですね。これで山が綺麗になってるんですね。すごいですね、これは。これは綺麗になりましたね。ちょっと山に上がって、今また下っております。そこが海床ですからね。この辺りも、すごいですね。綺麗になっております。ずっと今、降りて、また山を一回りしてきました。元へ帰ってきましたね。これです。もう一度元へ帰ってきたとこから、もう一度カメラをずーっとゆっくりとまた回してみます。山はこれだけ綺麗になってます。下草が綺麗に刈ってあります。これも、こうやって見ると、杉とかヒノキの大きさが分かってきました。かなりいい木ですね。これ上まで、上まで振ってみますと、かなりのもんでしょう。かなりのもんですね、これは。下にずっと下がってきて、またこれをぐーっと上に振ってみると、まだ、とあろう。ざーっとまた下ろしていきます。押していきながら、ぐーっと回していきますから、ずっと一回り、一回転したところで、で、ちょっちゅうなんです。今日久しぶりに野外に出ました。野外やっぱりいいですね。今日もチャンネル登録、頑張っております。ではまた明日。Good game, y'all.